ジェフ・フェネックは、オーストラリアのプロボクサー。元 IBF 世界バンタム級王者。元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者。元 WBC 世界フェザー級王者。世界3階級制覇王者。プロ20戦目での3階級制覇は、井岡和人が2015年4月22日に、プロ18戦目での3階級制覇を果たすまで、世界最速記録だった。 1984年、ロサンゼルスオリンピックボクシングフライ級に出場し、準々決勝で敗退した。1984年10月12日、プロデビュー。1984年11月30日、3戦目で、オーストラリアスーパーフライ級王座を獲得。1985年4月26日、7戦目で、IBF 世界バンタム級王者。 新垣悟ルに挑戦し、9回 TKO 勝ちで、世界王座を獲得した。1985年8月23日、新垣悟ルと再戦し、4回 TKO 勝ちで、初防衛に成功した。1986年4月11日、元 WBC 世界バンタム級王者、ダニエル・サラゴサとノンタイトルマッチで対戦し、3から0の判定勝ち。 1986年7月18日、スティーブ・マクローリーと再戦し、14回 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した。1987年3月、階級転向のため、IBF 世界バンタム級王座を返上。1987年4月2日、オーストラリアフェザー級王座を獲得。1987年5月8日、 WBC 世界、スーパーバンタム級王者サーマートパイアクアルンに挑戦。初回に、キャリア初のダウンをキスするも、4回小勝ちで2回級制覇に、成功した。1987年7月10日、グレグリチャードソンと対戦し、5回 TKO 勝ちで、初防衛に成功した。1987年10月16日、 カルロス・サラテと対戦し、4回負傷判定勝ちで2度目の防衛に成功。試合後、王座を返上した。1988年3月7日、WBC 世界フェザー級王座決定戦で、ビクトル・カジェハスと対戦し、10回 TKO 勝ちで3回急制覇に成功した。1989年4月8日、 マルコス・ビジャサナと対戦し、3から0の大差判定勝ちで3度目の防衛に成功した。1989年11月24日、階級を上げ、WBC 世界、スーパーフェザー級王座挑戦者決定戦で、マリオ・マルチネスと対戦し、3から0の判定勝ちで、指名挑戦権を獲得した。1990年5月、 WBC 世界フェザー級王座を返上。1991年6月28日、WBC 世界スーパーフェザー級オジャズマー、ネルソンと対戦し、1から1の判定ドローで4階級制覇ならず。1992年3月1日、WBC 世界スーパーフェザー級オジャズマー、ネルソンと再戦し、 8回 TKO 負けで4回級制覇ならず、キャリア初黒星となった。1993年6月7日、カルビングローブと対戦し、7回小負けを喫した。1996年5月18日、IBF 世界ライト級王者フィリップ・ホリデーに挑戦し、2回 TKO 負けで4回級制覇ならず、この試合を最後に引退した。 引退後、ジム、チームフェネックを設立し、ビッグ・ダルチニアン、フセイン・フセイン、シャノン・テイラー、ダニー・グリーンなどを育てた。2002年、国際ボクシング名誉の電動博物館に選出された。2008年6月24日、地元オーストラリア・メルボルンで12年ぶりに復帰。16年ぶりに、アズマー・ネルソンとスーパーウェルター級契約10回戦で対戦。 2から0のお金差判定勝ち。ネルソンも10年ぶりの復帰だった。ありがとうございます。